行って。今年の12月24日に愛知県ドルフィンズアリーナでジャパングランプリ2023を開催します。今年は女子の選手が8ペア集合して一発トーナメントで行いますので、皆さんぜひご来場お待ちしております。詳細は概要欄にあるホームページをご覧ください。皆さんのご来場お待ちしております。よろしくお願いします。お願いします。カモニョース、田島しんちゃんです。ちょっと待って、おー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 しんちゃんかお前しんちゃんかよ。カモニョースです。田島しんちゃんです。シエです。トモカです。今回ですね、トモカのショート動画いっぱいあげましたところですね。はい、あげたところですね、はい、て誰ですか、どこからあの子は見つけてきたんだみたいなコメントいっぱいありました。ありましたね。どこから見つけてきたんですか。秘密です。ということですね、今日はトモカってどんな実績があるのかみたいなことをね、ちょっとみんな聞きたがっているということで、それを紹介してほしいと思います。実績教えてください。高校の時に県大会で、団体個人シングルで優勝しています。え、全部3冠やん。3冠です。てか、アンダー14だったよね。アンダー14だったっけ。アンダー14。アンダー14だったら中学の時。中学です。え、中2です。あ、ジャパン。そっか、アンダフォだからね、通りで球速いと思ったら。ということですね、今日はそんなトモカにちょっとフューチャーして、まあ、トモカね、見てもらった通り身長 100センチぐらいしかないんですけども、ちっちゃ155センチです。ということで155センチのトモカがね、球速が速いので、華奢な女の子でも速い球を打つ方法をレクチャーしてもらってもいいですか。お、10年ぶり2回目のソフトテニスですが、はい、10年ぶり2回目。10年ぶりです。10年ぶりの、ね、ソフトテニスになるんですが優勝した、まあ、でもね、まあ、基礎が、ね、あるということなので、今回トモカに女の子でも速いボールを打つ方法を紹介してもらいたいと思います。お願いします。それじゃあ行きましょう。レッツゴー。レッツゴー。レッツゴー。どういうこと、10年ぶり2回目ってで、一つ目がその軸足から左足にしっかり体重移動すること。あ、確かに全部右足蹴ってるもんね。二、はい、つ目はあのボールが短かったらしっかりあの前に行って打つことを意識しています。誰も楽しそうに言ってたもんね。ありがとうございます。ありがとうございます。行って。はい。
え、これじゃあトモカのボールどうですか見てて。まあ球はキャッチャー縛れてるわ。じゃあえボレーできます？できるっしょ。できますよそれは。じゃあちょっとえあ勝負する？勝負してもらっていいですか？やる？ここが遠いよ。おうカモン。おい行ったら行ったら。止める気ある？止めて止めて。止めてよ。入ってるよ。あーしんちゃん何してるんすか。いやちょっとごめん謝るわ。バカ早い。はい、ありがとうございました。いや、10年ぶり2回目とは思えないぐらい球足ばいてたけど、はい、どうでしたからアタック受けてみて。アメージングですね。アメージングだね。じゃあマジでね、トレーキしね。でも球がさ、もともと速かったよね。速かったけど、やっぱ10年ぶりにやってもちゃんとその球のスピードが出るもんなの。1回目の時は、もう本当に体の使い方ちょっと忘れちゃってたんであれだったんですけど、2回目は軸足とかを意識したら打てるようになったんで。あ、僕中学校の時同じ学校あったんですけど。え？その時、はい、その時も速かったんですけど、いや普通に速いですね。10年ぶりに見ても速いよね。はい、太れないね。でもやっぱこれはね、今女の子でね、体格が小さくて、まあ、ファーがなくて悩んでる子もね多いと思うので、ぜひ、ともかの、ね、打ち方、アドバイスのところ参考にしてみてください。ぜひこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録といいねお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。まあまあまあ頭早いよ。取ってから言え。